中山さつきです、まあ、モデルを本業にしてて、最初はでも辞めたいって思ってました。ただ与えられたものを着るだけで、あれなんかちょっとおかしいかもって思ったら、やっぱそこで少し自信がなくなるじゃないですか。自信がないっていうことは、多分それが正解じゃないから、自分で好きな服って何だろうって探し始めて、で初めてそういうメンズファッションを見た時に、これ女の人着てないけど私すごい好きだなって思えて、そういう服着るようになってから前向いて歩けるようになったっていうか、初めて買った時は親には言わずにレディースだよって言ってメンズ服買ってました。やっぱり性別のことでやっぱり聞かれるんですけど、本当は最初迷ってたんですよね。なんかその一言で表せる言葉がないといけないなってずっと思ってたんですけど、最近はこの、まあ、どういう性別なのって聞かれた時に、中山さつきで覚えてくださいって言えたらいいなって思ってて、男も女も好きになるわけではないし、その恋愛感情が自分の中にないのかもしれないと思ってネットで調べたんですよ。周り全員が知ってることなのに私だけわからないっていうので調べたら、同じ悩み持ってる人たくさんいて、本当にホッとしたというか、同じように私みたいに何年間も悩んでた人間が少なからず一人は絶対にいるだろうなと思って、普通であることは基準にあるけど私は違うけど当たり前にこうやって過ごしてるし、なんならすごく楽しいよって思える存在までいけたらいいなと思ってます。私は中山さつき。